こんにちは、井上です。今日は時間を作りたいならずらそうという話をします。で、私はその時間をずらすということで結構本で書いたりとかですね、その取材していただいたりということでずらす時間術ということでお話ししてるんですけども、今日まさにそういうことがあってですね、基本的に午前中はアポを入れないようにしてるんですけど、で今対面というのもまあ減ってきてなくなってはいるんですが、まあ今回どうしてもという事情がありまして、まあ朝アポが入っていて、で今はですね、そのアポのそのちょっと前なんですけども、2時間前に来てこの会議室で仕事をしてます。だから電車が混まないうちにの移動して、朝のラッシュに合わないようにしたと。まあ、まさにずらしたわけなんですけども、まあ、そうやってずらすと、まあ、今日はですね、まあ、自宅から1本乗り換えて2本の電車で来たわけなんですけど、その最初の電車は、まあ、いつも空いてるんですよ。まあ、空いてるところに住んでるんで、空いてるんで、まあ、座って普通にパソコンで仕事ができると。もう本当ガラ空きなんでですね。まあ、混んでるとさすがに私もやらないですけど。で、次からは意外と混んでてですね。まあもちろん座れないと。で、座らなくても全然私問題ないんですけど、人が近くにいると嫌なんで立ってると。でもただ、人が近くにいない程度の空き具合だったんで、まあ良かったかなと。で、まあ混んでて、そのぎゅうぎゅうで、人が隣にいると私座らないっていう、立ちなんで、立ってることが多いんですけど、で、立ってる時には、まあパソコンを開けないんで、まあいつもの通り、スマホで、Kindle で本を一冊読んだと。で、到着して歩いてここに来てということで。で、あとはここはですね、そのアポの場所に歩いて行けるんで、もう電車に乗らなくて済むと。まあ、その電車で、満員電車で、なんかイライラするとか、ストレスを感じるとか、疲れるということは、こうやって時間をずらすことで、2時間ずらしたわけなんですけど、ずらしたことで時間を作ることができたというのは、まあこういうことって結構あると思うんですよね。できると思うんです。人とずらすということで、人と違う時間で、まさに今、私は一人で独立してやってるんで、その時間をずらしやすいんですけども、平日って意外と、まあやっぱり空いてるんですよね。平日でも混んでるところもあるんですけど、土日に比べると全然なんで、まあ平日の、まあ夜でもまだ空いてるかなってところがありますよね。仕事をされてる方が多いんで。で、朝なんかも空いてますし、土曜の朝なんかも結構空いてるんですよね。金曜日までね、疲れ果ててるっていうケースが多いかと思うんですけども。で、それで、その時間帯に行ったりとか。で、娘と公園に行くときも、やっぱり早朝行きますね。朝早く起きれたら行くっていうルールにしてるんで。で、混んでたら帰る。混んできたら帰るっていうことを。昔から約束してるんで、そういうルールで言ってます。だから遊ぶ時間もずらすということで、その時間帯をずらしたりですね、で、自分がやることをずらしたりするっていうのもやっぱり時間を作れるんですよね。まあ、結果的に私は、まあ、いろんな同業があるわけなんですけど、YouTube もそうでしょうし、ブログもそうですし、税理士業もそうだし、Excel を教える人、IT を教える人みたいな、そういう、様々な同業の方がいらっしゃるんですけど、それぞれ私はずらしてるつもりなんです。ちょっとずらすとか。で、そうすると、ちょっと違いを作れたり、そこで目立ったりすることができるんで、そこでメニューを出したときに、ちょっと違いなり強みを作れるということで、まあ、結果的にその強みを作れるということは、時間を作れるということなんですよね。根付けを工夫できますんで。だから、何かしらずらして、人と同じことをやると。で、これがやっぱり学校とか会社だとずらすことは許されないわけですよね。ちょっと混むから早く来て早く帰りたいというのはできないわけで、まあ今は多少できるところも出てくるかもしれませんけども、人と違うことをやるっていうのは許されないという時間の方が長いわけなんで、それを独立したら払拭しないといけないかなと思ってはいます。だから常に、まあずらすと少数派になって不安なこともあるかもしれませんけども、時間、かけがえのない時間を得ることができますんで、でそのためには、そのずらしても、なんか、気にしないという、そのメンタルも必要ですよね。人と違うことやってても、気にしないと。で、仮にですけど、まあ、そうないでしょうけども、それを批判されたとしても、そこで、別にくじけないっていうメンタルも必要ですし、まあ私はもう、その何と言われようと、そこは、もう、へっちゃらではありますけども、人とずらすということに関してはですね。だから、まあやっぱり、
平日もそうですし、曜日もそうだし、時間帯もそうだし、ちょっとずらすだけで空いてるってことはあるんですよね。1時間じゃなくても30分でもずらすとちょっと違うっていうのはあるんで、まあ何かその時間をずらすっていうこととか、まあその自分が打ち出すもの、メニューっていうのもちょっとずらすとちょっと違うものとか、何か組み合わせると今までにないものができたりとかっていうのがあるんで、まあどんどんそのずらす癖っていうのをつけてみていただくといいかなと思ってます。で、これもともとはですね、そのずらすっていうのって昔から意識していて、イースってゲームがあって、ご存知の方いらっしゃるのかわかんないですけども、昔からあってですね、イースってゲームって、まあ例えばこれで言うと、こう敵がこういて、真正面からぶつかるとダメージを受けるんですよね。で、こうやって半分ずらすとダメージを与えられるんです。ずらすんですね。だからこのずらすと、その、こっちが優位になるっていうのは、そのイメージをずっと持っていて、なんか人とずらすみたいなことをやってはいました。なんか、ですんで、ぜひちょっとずらしてみていただくといいかなと。ちょっとだけ、ちょっとでいいので、ちょっとで、それを気に、最初のうちはその抵抗があると思いますので、自分にも周りの方にも。だからちょっとずつ、毎日ちょっとずつずらして、自分を慣れさせていくと、鍛えていくということが大事じゃないかなと思っています。というわけで今日はですね、まあ、ずらすということで、まあ、時間を作りたいならずらしましょうということでお話しさせていただきました。ではこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。